の近くにいるおまわりさんもぜひ聞いててください。あの時に強制排除したおまわりさんが言っていたんですよ。おまわりさん、憲法守んないんですかって僕が言った時に、憲法だけが法律じゃないでしょって、この国を動かしている政治も警察ももう考え方一緒なんですよ。もうね、本当にね、あの安倍晋三率いる安保法制婚公明党、もうね、権力を握ってやりたいことやりたいんでしょうね。もう恥を知れた話なんですよね。で、限定的やろうが全体的であろうが集団的自衛権は公選権なんですよ。人を殺すんですよ。で、敵国条項、国連の敵国条項がまだ生きてるのにね、攻撃した場合もうとんでもないことになりますよね。アメリカ、中国、韓国、北朝鮮、ロシア、イラク、アフガニスタン、51カ国にもわたるところに武力の攻撃、または日本は武装、核武装をしちゃダメってことになってて、もしした場合はね、その連合、前の戦争の連合国側から無制限攻撃を受けるね、しかも国連の決議なしに無制限攻撃ができる。これで国を守るって言えますかね。言えませんよ。本当にね、国を守りたいのであればアメリカ軍に撤退してもらう。で、原発を今すぐ全て廃炉にするじゃないんですかね。奴らのやってること全て真逆。本当にね、この国を売り飛ばそうとしている安倍晋三は恥を知らず。